この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合結果や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前ドリーネサンパークダイアリー。どうも愛媛 FC 営業部の土井壮介です。そして今日番組を一緒に盛り上げてくれる選手はこの2人です。お願いします。曽根田豊です。松田力です。お願いします。お願いします。お願いします。久しぶりに出てくれましたけども、はい、実はちょっと今日から新企画いきたいと思います、はい、題してエヒペディア。ありがとうございます。あのエヒペディアといってですね、うん、まあ、あの昨今 J リーガーのウィキペディアがちょっと薄すぎると、ここでね、あのいろんなこうトークをして、でそれを視聴者とかサポーターの方にウィキペディアに書き込んでもらい、でまた新しいサポーターファンの人が彼らのことを知りたいなって思った時、調べた時に濃い内容で、でそしてよりまた知ってもらって好きになるという、こうそういうサイクルで、していこうかなと。曽根田豊選手のウィキペディアちょっと見てみますか。はい、ということで、まあ、先ほど事前にね、あお二人には、はい、あのウィキペディアとはいえね、はい、そんな薄いはずもないと。まあまあまあ、うん、確かにキャリア何年ですか、うん、J リーグ7年やってたらまあ書いてますよ、まあまあ、甲府でしょ、うん、京都、うん、水戸、水戸、はい、で愛媛じゃないですか、はい、まあ、まあ4チーム渡り歩いてる、そんなまあまあ、はい、そんな薄い、あの先ほど見させてもらいましたけども、うん、激薄でしたね。横で見たら激薄ペラニーでした。でした。ペラニーです、はい、カウントの仕方嫌やな。サッカー情報を書いてるけど、はい、ちょっとパーソナルなところが少なすぎるなと、まあまあまあ、いうのがあるんで、はいはい、まず1個言っといたら、はい、1個最初にこれはちょっと間違ってるよって情報とかもあると思うんで。え、2個あったね。2個あった。2個あった。2個あった。じゃあまず1個。じゃあ1個目。1個目。それこそウィキペディア見てもらったらね、はい、うん、G1 のリーグ戦0。はいはい、出場試合数とか書いてますよね、うん、うん、3出てるんですか。3出てんの。3出てんのに、でも多分この書いてる人からの記憶の中では多分出てないね、お前。まあまあまあ、ゼロないよ。ゼロに等しい。だから、まあ、内容ではあったんやけど。いやだから3は3やから、それはゼロはもう直してる。だけ直すわ。それ何の時、甲府の時代に。甲府の時。だから、あの愛媛に加入した時も、うん、ただサポーターの人とかウィキペディア見たと思う、曽根田君の。うん、え、何あいつ J1 出てへんのかい、うん、J1 出てないんかいって思われてた。うん、出てる。3出てる。あともう一個はオフィシャルのグッズに使われてる顔がブサイクすぎるそんなはずないで、だいぶ調子悪いで、それを書き込んでほしいと、うん、書き込んでほしくオフィシャルのそれは書き込んでほしくないの、欲しくはない、いや、ウィキペディアに書き込む情報やから、だからじゃあそのウィキペディアこんだけしかないから、だからエピソードのところにあの FC のオフィシャルグッズで選手の顔が散りばめられたりする時の自分の顔がブサイクすぎ すぎてそれに文句を言っているってい う, の情報を書いてほしい、やっぱりそれをまたグッズ担当が見るかもしれへんから、そう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 、むしろもうそのグッズ担当の人がもうすいませんって書いてほしい、そんな顔を選んですいませんって書いてほしい、じゃあすいませんと思いながらもブサイクな顔を選んでるって書いておいてもらおうか。ちなみになんか松田選手から曽田選手のなんか知ってるとかありますか。大学時代から知ってるわけですから。あります。いやでも俺ほぼこいつサッカーしてないですからね、うんうん、ただ俺は、うん、あのブチ切れてたすこいつにずっと。どういうこと。もうひたすらドリブルしかせえんから、うん、サイドバックで、うん、サイドバックでひたすらドリブルするんですよでそういう一面があったと。そうだから書いておいてもらえば、あの琵琶湖成蹊スポーツ大学時代にあのサイドバックなのにドリブルしかしないことで松田力選手に怒られてたって。松田力だけじゃないです、はい、松田兄弟松田ブラザーズ に怒られてた。怒られてた。でも怒られれば怒られるほどもう決断力なくなるからもう余計持ってまうから余計ドリブルする。なるほどね、そういうのをだから書いておいてもらおうという、そうそうそうことですよ。だからぜひまあちょっとね、今回こういう話出ましたけども、あのいろんなことね書き込んでいただいて、はい、より好きになってもらいましょうというような企画でしたので、はい、じゃあぜひちょっと書き込みをお願いします。お願いします。6月は17日の土曜日、そして24日の土曜日とホームゲームが2週連続で行われます。ぜひ皆さんスタジアムに遊びに来てください。せーの、ドリーネ。みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。